初代モンテネボーソ大公ガブリエーレ・ダンヌンツィオは、イタリアの詩人、作家、劇作家。ファシスト運動の先駆ともいえる、政治的活動を行ったことで有名。なお、日本では、ダヌンツィオ、ダヌンチオ、ダヌンチオとも表記する。ガブリエーレ・ダンヌンツィオは、ペスカーラにて、富裕地主の息子として生まれる。その早熟の際は、早くから認められ、彼は、 プラートのチコニーに高等専門学校に進む。そこで彼は16歳にして諸女死シ臭シプリモビアを出版。これは後のノーベル文学小作家、ジョズエ・カレドッチの叔父バーバーに影響を受けた作品である。1881年にはローマ大学ラサピエンツァ校に進学、様々な文芸グループに参加、また地元紙に記事や評論を寄稿する。 彼の最初の小説いるピアチェーレもこの時出版され、多作な文学活動の出発点となる。1883年にマリア・ハルドゥイン・ディガ・レーゼと結婚し3人の息子を儲けるが、1891年には離婚。後1894年には有名な女優、エレオノーラ・ジュゼとの愛人関係が始まり、それは大きなスキャンダルになった。 ダンヌ断念オはドゥーゼが主役を演じるよういくつかの演劇、例えばラチータモーテやフランチェスカ・ダ・リミニを書いたが、この激しい男女関係は1910年に終わりを告げる。1897年には3年任期の会議員に選出され、そこでは無所属として過ごした。1910年には、その豊送な生活から多額の債務を負い、債権者から逃れるため、フランスに逃亡した。 フランスでは作曲家、クロード・ドビュッシーと、意気投合、聖刺激、聖セ,セバスティアンの殉教が生まれた。第一次世界大戦の開戦と共に、イタリアに帰国したダンヌンツヨは、大衆に向けて連合国側に立っての参戦を、訴える演説を行う。彼自身は志願して、戦闘機パイロットとして参戦、飛行中の事故で、固めの視力を失う。 1918年8月9日には第87戦闘機中隊を率い、700マイルの往復飛行を行いウィーンにプロパガンダ用のビラを散布するという号を演じた。またこの大戦中、イタリア軍に義勇兵として参加従軍した日本人海春吉と意気統合し進行を深めた。フィルメ司令官姿のダンヌンツ用の写真をモチーフとした絵はがき。 残念強を描いた切手が貼られている彼の国家主義的立場はこの対戦の経験によりより強固なものになった。彼はイタリア国内で広く政治運動を行い、イタリアが大戦中に得たヨーロッパの一等国としての役目を戦後も果たしていくべきだと主張した。パリ講和会議でフィルメオ、セルボクロアート、 スロベーヌ王国に割上すべしとの結論が出されたことに激怒したダンヌンツヨは、1919年9月12日、ロンキディ・モンファルコーネから、自らを司令官とする軍団と称されるイタリア人武装集団を率いて進軍し、フィルメシを占拠、アメリカ、イギリス、フランス3軍から組織された守備軍を追放した。この時のダンヌンツヨのスローガンが、 全ての抑圧された人々の解放であり、10月革命を支持するというものだった。この行動から、断念強は、ウラジーミル・レーニンに革命家として絶賛される。彼らはイタリアによるフィルメ併合を要求した。これは、イタリアの悲願でもあったが、国際関係の悪化を懸念して、イタリア政府は国境線を封鎖、武装組織の投降を促した。そこで、 ダンヌンツヨは1920年1月に政府主犯として元イタリア社会党員でアンジェロ・リベッティと共にパギネレ・レベレイを書いた革命的サンディカリストのアルチェステでアンブリスを任じ、9月にデアンブリスによって後のイタリア本国のファシスト国家機構の先駆となるカルナーロ憲章が発布フィルメの独立を宣言したさらに彼は国際連盟に対抗する組織を計画 肥沃圧民族を救護することを構想したが、これは失敗した。彼は1920年のイタリアとセルボクロアート、スロベーヌ王国間のラバロ条約を無視し、イタリア本国にまで戦線復刻したが、イタリア海軍による艦砲射撃を受け、12月に投降した。フィルメ選挙事件後のダンヌンツヨは、ガルダコ畔の自宅に引退し、著作活動を行った。しかし、 フィーメ時代の側近との連絡を保っており、政界に隠然たる勢力を持っていた。彼はムッソリーニに多大の影響を与えたのは事実だが、彼自身は後のファシスト政権に直接関与したことはなかった。1922年のファシスト党によるローマ進軍の前後には、彼の聖望を利用してファシスト党の行動を抑制しようとする動きがあり、ダンルンツヨとその側近も、 同様の考えを持っていた。8月3日には、ファシスト行動隊に選挙されたミラノで演説を行っているが、その演説はむしろファシスト等の行動に反対するものであった。しかし美しいがレトリックに富み、難解な彼の演説はむしろファシスト等を激励するものと受け止められ、ファシスト等も英雄が我々を支持したと大いに利用した。ダンルンツヨは、 旧敵であり、野党の領袖であったフランチェスコ・サベリオニッティ、元首相に呼びかけ、ムッソリーニとの三者会談を開催する合意を取り付けた。ところが8月13日に、ダンルンツヨが自宅の窓から転落して重傷を負ったため、この三者会談は実現しなかった。ダンルンツヨは生涯この事故の詳細について語らなかったため、真相は不明である。9月には、 怪我から回復し、ムッソリーニと何度か会談しているが、ファシスト党は、ダンヌンツェオを出し抜き、政権掌握を実現した。ムッソリーニは、国民的英雄であるダンヌンツェオを尊重してみせたが、実際の権力は一切渡さなかった。1924年には、国王より、一都、プリンチペディモンテニーボソの称号を送られている。 1937年には、イタリア王立アカデミーの総裁に、就任。1938年3月1日、自宅で脳卒中により死去。ムッソリーニにより、国葬され、ガルドーネ・リビエーラの別荘に設けられた霊廟に、埋葬された。ダンルンツヨは、思想、手法の両面において、イタリアファシズムの先駆であったとしばしばみなされる。彼自身の政治心情は、 デアンブリスと共同で起草したそのカルナーロ検証によく現れている。この憲法では協調組合主義による国家間が取られており、それらは労働者、雇用者及び自営業者、専門家をそれぞれ代表する9つの組合、及び優越した人間を代表する第10の組合からなるとした。またこの憲法では音楽を国家の最高原理であると規定していた。 ムッソリーニがダンヌンツヨからも奉仕習得したのは、その独裁政治の手法、つまり、協調組合主義による、経済政策、大規模で感情に訴える、大衆行事、ローマ帝国時代を真似たローマ式敬礼、徴収に対する誇張に満ちた、質問の問いかけ、黒シャツ隊による反対者への脅迫、暴力的弾圧など、である。ダンヌンツヨは、 イタリアの拡張主義的外交政策を支持しており、エチオピア侵攻を称賛していた。ダンヌンツヨはまた、政治的反対者を拘束して、多量の暇しいを飲ませることで衰弱させ、場合によっては死に至らしめるという拷問の創始者で、あるとも言われている。この方法は、ムッソリーニの黒シャツ隊の上等手段となる。ダンヌンツヨの文学は、 生命期において、その高い独創性、力強さ及びデカダンスが高く評価されていたし、同時代の全ヨーロッパ分断、また、後世のイタリア作家たちに多大の影響を与えたのだが、その19世紀末における、作品群は現在では忘れ去られつつある感があるし、また文学上の名声は、彼の政治活動の前に常に曇らされる運命に、あった。彼は多作であった。 代表的な小説としては、快楽の子、死の勝利、岩の処女がある。また、早くから映画にも、関心を示した、彼は、第二次ポエニ戦争に題材を取った、無声映画、カビリアのシナリオを作成している。彼の著作は、フランス象徴派文学の強い影響を受けており、激しい暴力や異常な心理状態の描写が、壮麗な空想場面によって彩られていることを、特徴とする。 小説における代表作品の一つで発表時に大きな話題を呼んだビルフォーコでは彼は自分自身をニーチェ的超人ステルヨイフリーナとして描き女優エレオノーラ・ドゥゼとの虚実取り混ぜた愛情関係を記している。また彼の短編にはモーパスさんの影響も見られる。彼の小説の心理的インスピレーションはフランス、ロシア、北欧諸国あるいは ドイツなど様々な文学にその出発点を得ており、特に初期の作品にあっては独創性には乏しい。その創作力は深く鋭いが常に狭く個人的であった。例えば彼の描く主人公はいつでも同じタイプの人物であり、それが人生のそれぞれの段階でそれぞれの問題に直面したというに過ぎない。しかし彼の欠陥のない文体、 語彙力の豊富さに被験し得る同時代の作家は存在しなかった。後期の作品では、ダンヌンツ強は、イタリアの石日の栄光の歳月にその題材を求めることが多くなる。戯曲も手掛け、新曲に在を取ったフランチェスカ・ダリーミにはザンド土内によりオッペラ化された。近年メトロポリタン歌劇場をはじめ、欧米の劇場で上演される機会が増えている。日本では、 明治時代に、植田里志らによって、早くから紹介され、英訳、仏訳、毒薬を通して、広く読まれ、当時社会現象となっていた、反問青年たちを虜にした。中でも、死の勝利は、日本文団に衝撃を与え、断念強流霊舞の実践と言われた、森田総平、平塚雷長の真珠未遂事件を引き起こし、事件をもとにし、ベストセラーになった。 モリタの梅園には死の勝利の影響が強く見られた。戦後は政治的活動により職者扱いされ、同じ非独位三国同盟の名優であるトーマスマンと異なりほとんど渦漏れた状態になった。世紀が変わった頃から再評価が進み、重要な作品の新役がいくつか行われている。イルビターエルデ・ディ・タリアーニダンヌンツつ用の生涯と作品は イルビター・エルデッキ・イタリアーニと名付けられた博物館に記念されている。この博物館自体、彼が構想し1923年からその死に至るまで発展させたものであり、ガルダ湖の南西、ガルドーネ・リビエーラにある彼の別荘に隣接している。現在では、同博物館は、軍事博物館、図書館、文学、歴史のアーカイブ、劇場そして、 霊病の複合体になっており、また、ダンヌンツヨがウィーン飛行作戦に用いた SVA-5 お及び魚雷テーマス96も保存している。ペスカーラにあるダンヌンツヨの成果も、また博物館として一般公開されている。同時代のイタリアの作曲家たちもまた、ダンヌンツヨの主催に魅了された。トシティ、レスピーギはじめ、有名。 無名合わせて50人以上が彼の死に曲付けしたという。中でも、トスティは、この若き詩人をまだ高等専門学校在学中の1880年から、長愛し、死への作曲は1916年のトスティの死に、至るまで続いた。三島幸男の、三崎にての物語は、幾多聴講を分け、死の勝利を下敷きにしていると、筒井康隆は、著書、断論強に、 夢中で述べている。三島自身による唯一の翻訳出版は池田光太郎との協約で聖セ,セバスチャンの殉教である。これら作品上の関係のみでなく、縦の会の制服や行動に断乳強の影響を見るものも多い。三島が自決間際に陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地の本部庁舎バルコニーから行った演説はフィルメ選挙時の断乳強が取った。 行動の模倣であると、たびたび指摘されている。筒井康隆の断論強に夢中は、これらの論考、指摘に基づいている。ありがとうございます。